燻製調味料を使ったこだわり和風モーニングにメロメロ。愛知県長久手市にあるいぶしカフェさん、おはようございます。いらっしゃいませ。こちらの和風カフェ、創業120年以上の瓦屋さんがプロデュースしたことで話題なんです。そんなお店のモーニングは、お待たせいたしました、リッチモーニングでございます。ご飯に豚汁、お漬物におかずまで揃った本格的な和定食。中でも具沢山の豚汁が人気メニュー。酒粕を入れていることでコクと香りが出て美味しさが引き立ちます。そしてお店の自慢が、老舗燻製メーカーと共同開発した燻製調味料。お好みでかけて、その豊かな香り、奥深い味わいを堪能してみてください。名古屋瀬戸道路長久手インターチェンジから車で5分のところにありますよ。次はどんなモーニングに会えるかな。